オートって本当に賑やかだよね。お店がいっぱいあって目が回っちゃいそうだよ。僕も最初はそうだったよ。村の店に比べてどこも立派でさ、変に緊張して最初は買い物なんてできなかったよ。二人とも随分と仲がよろしいようで。うん、小さい頃からの付き合いだからね。それにしたってちょっと仲良すぎに見えます。そうかな、どう思う？普通だと思うよ、いつもこんな感じだし。いや、仲がいいことを否定してるわけではなくて、ただお二人は男性と女性ですから、異性のお友達とこんなに仲がいいのって結構珍しいんじゃないかと思うんです。確かにこっちではそういう人たちってあんまり見ないかもしれない。異性同士で仲がいいって人は基本的に恋人ばかりじゃないかな。え？じゃあ私たちも勘違いされてるかも。僕とライザが？面白い話だね。いえ、面白くはないわ。でもライザのことは人として尊敬してるよ。本気でやりたいことを全力でやり抜くところなんか本当にすごいと思ってるし、けどライザはそれ以外の部分がちょっとね。うわ、ひどい。なるほど、よくわかりました。確かに現状のところは本当に仲のいい友達なんですね。油断のできないお友達です。油断できない？どういう意味かな。都会の子が使う言葉は難しいね。ねえ、どこに行くのさ。よーし、あれ、あそこにいるのって。あ、ライザ、ちょうどよかった、紹介したい人がいるの。デニスさん、こちらはライザ。前に話した錬金術師をやっている友達です。ああ、君がクラウディアさんのお友達の。会えて嬉しいよ、よろしくね。はい、ああ、ごめんごめん、まだ名乗っていなかったね。僕はこの職人区で鍛冶屋をしてるデニスっていうんだ。鍛冶屋でもあって彫金師でもあるんだよ。鍛冶屋さんも彫金師、両方とも金属を扱う仕事だね。ものづくりが大好きでね、特に金属はいろんな形になるから面白いんだ。どう、それはそうと、クラウディアさん、頼んでいた金属のことなんだけど。はい、明日の朝一に工房へお届けします。材料の金属はバレンツ商会から卸してるんだ。うん、バレンツ商会のは品質がいいからね、安心して使うことができるんだ。喜んでいただきありがとうございます。いやいや、こちらこそ本当に助かってるよ。素材の品質は作品作りにおいて重要な要素だからね。さてと、それじゃ僕は工房へ戻るよ。クラウディアさん、材料をよろしくね。
ライザもいつでも工房に遊びに来てくれよ。いろんな金属製品を扱ってるからきっと楽しいと思うよ。うん、絶対に行くね。待ってるよ。それじゃ。それにしてもクラウディアもあんな風にお客さんの依頼を受けてるんだね。もう慣れたから大丈夫よ。それに忙しいけどやりがいもあるし。まあやりがいがあるのはいいんだけど。ん？ううん、なんでもない。さてと、早く帰って金属を手配しなくちゃ。これ使えそう。取れた。糸の扱いなら慣れています。裁縫は貴族のたしなみです。どこに行こうかな。よし、取れた。これってライザさんの。サンドラさんっていっつも畑にいるよね。そりゃまあ、ここはうちの畑だからね。育ててるもの放っておけないしさ。ほんと農家のお仕事が好きなんだね。別に好きじゃないけど。え？いやだって朝から晩まで土いじって、夕方になる頃には全身土ぼこりで真っ黒になるし。暑さ寒さ関係ないし、意外と力仕事だし、手なんか荒れ放題でボロッボロになるような仕事だよ。ずーっとやってるけど好きだなーって思ったことほんと一つもないから。え？でも毎日そんなに真面目に働いてるのに。そりゃまあ農家の娘だからね。畑と農作物を守るのは私の義務だもの。
義務である以上は完璧にこなしたいっていうのが私のプライドなのよね。じゃなきゃこんな毎日変わり映えなく毎年同じ作物を育てる日々繰り返せないわ。だから続けてる理由はプライドだけ。ほんとお世辞にも好きとは思えない。もしかしてカサンドラさん、他にやりたいことがあるの？別にないわね。夢とかは？ないんじゃないかしら。生まれてこの方、ずっと真面目に義務をこなすことに全力だったから、これ以外で自分に何ができるのかとか何をしたいのかなんてさっぱりだわ。待ってカサンドラさん、つまり好きでもないのに義務だからって理由でここまでずっと続けてきたってこと？そうだけど、そんな驚くこと？私としてはライザの方がびっくりなんだけど。農家に生まれたのにそれ以外に夢を見つけて、今じゃ全く違う道に進んでるんでしょ？よく見つけられたね。毎日すっごく忙しいのに。手伝い昔からサボって遊んでたからそっか、もう遅いけど私もそれができてれば何かしら見つけられたのかもしれないな。カサンドラさん、ま、今さら夢を見つけたいなんて言ったりはしないけど、せめて日々にちょっとした刺激でもあれば少しは楽しくなるんだろうな。薬の調合って結構するから、少し重めに取っておこうかな。どこに行きますか？よし、行くぞ！どこに行きますか？どこに行こうかな。クリフォードさん、こんなところでどうしたの？やあライザ、この前クリフォードさんから聞いた話について少しね。もしかしたら僕が調べていた伝承の欠けた一節かもしれない。悠久の財宝って部分よね。うん、それに大昔の話だけど、この近くに星が降ってきたっていう伝承が残されているんだ。そういう現実離れした荒唐無稽な話にはあまり興味がないんだが。そうでもないよ。町を飲み込むほどの大水ということは相当大きな窪地ってことになるよね。星が降ってきた衝撃によるものなら町一つ分の窪地くらいできると思わない？一応辻褄は合う。まさか星の伝承と大水の伝承がつながるなんてな。不思議なこともあるもんだ。僕も最初は驚いたよ。でも2つの伝承を合わせると遺跡の場所についても自然と分かってくるんだ。それが北の森を抜けた先、巨大な湖の広がる場所、その水底に遺跡が眠っていると思うんだ。ありがとな、タオ。これであとは湖の底を調べる方法さえあれば完璧だ。
問題はそこなんだけどね。遺跡を見つけたとしてもずっとは潜っていられない。うん、俺もそう思ってたんだが、ちょっとした可能性を見つけてな。ライズ、お前の力俺に貸してもらえないか。え、私？前に言っただろ、錬金術なら水中を歩ける道具を作れるってよ。作り方が分かれば作れるかもとは言ったけど。ならその作り方を調べる手伝いをする。だから俺にも力を貸してくれないか。このままじゃ俺はお宝にたどり着くことはもちろん、自分の考えが間違っているかどうかすらも確かめられない。そうは言っても私たちも今は他の遺跡の探索とかで忙しいし。なら俺もその遺跡探索に同行させてくれ。お前たちと一緒なら俺も錬金術のあれこれでお宝に出会える可能性が高くなりそうだし、俺の経験と技術でお前たちの探索を手伝うこともできると思うしな。そうかもしれないけど、もっと別に今返事をしろとは言わねえよ。ただ俺は絶対に役に立つ男だぜ。前向きに考えといてくれよな。どこに行きますか？どこに行くのさ。よーし、何にしようかな、何入れようかな。お、いい感じかも。何をしようか悩んじゃうな。何入れよっかな。お、いい感じかも。お、いい感じかも。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。感じかも。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。うまくいくかな。どこに行きますか？よーし。どうしたのフィー？お客さん？あの、ごめんください。あれ、クラウディア、よくここが分かったね。カフェのゼフィーヌさんが教えてくれたの。ちょっと探すの苦労したけどね。元気ね。それで今日はどうしたの？もしかして仕事がお休みとか？ううん、ちょっと聞きたいことがあって。
ライザ、クリフォードって人のこと知ってる？トレジャーハンターのクリフォードさんのこと？やっぱり知ってるんだ。じゃあ、あの人と一緒に冒険に行くの？まだ考え中だけど、クラウディア、クリフォードさんのこと知ってるの？少し面識がある程度だけど、この前、たまたま会って少し話した時にその話をされてね、ちょっと心配になってそれで来ちゃったの。大丈夫だよ、遺跡に詳しいタオも一緒だからね。そうじゃなくて。え？じゃあどういうこと？それは、そんなに心配ならクラウディアも一緒に行ってみない？実際に行ってみればそんなに心配するほどじゃないってわかると思うし、それに前の時みたいにまたクラウディアと一緒に冒険できたら絶対楽しいと思うんだ。ダメ？ごめんなさい、今ちょっと問題を抱えてて、それを解決しないことには身動きが取れそうにないの。それってどうなの？実は別の地域で品物の大量納入の依頼を受けたんだけど、その数が桁外れでね。依頼を受けたはいいけれど、全然数が足らないらしいの。え？それまずいじゃん。それでオート方面を担当している私に話が来たの。オートなら十分材料が手に入るだろうからって。どうにかなりそうなの？正直まだ全然足りないんだ。対象全体で頭抱えてるよ。想像してたより大変なことになってるね。けどそういうことなら私の出番じゃない？不足してるものを教えてよ。私がその分用意するからさ。ライザが手伝ってくれるなら安心だけど、本当にいいの？友達なんだから遠慮はなしだよ。ありがとうライザ、本当に助かる。ここに必要なものが書いてあるから、私も他を回って一つでも多く探してみるよ。わかった。じゃあこっちも準備できたら声かけに行くね。うん、よろしくねライザ。どこに行こうかな。よーし、何にしようかな。どこに入れようかな。すごいのできちゃうかも。何をしようか悩んじゃうな。いろいろやってみたいな。何入れよっかな。さあ何を入れよう。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。これでどうだ。これでどうだ。
これでどうだ。できた。さすがにこの数は大変だったな。で、のんびりしてられないか。早くクラウディアのところに持ってってあげないとね。どこに行きますか？いいか。ありがとうライザ、これでどうにか納品できるよ。喜んでもらえてよかった。それじゃあこれ材料の代金ね。お金なんていいよ、友達なんだし。ううん、気持ちは嬉しいけど仕事だからお金に関してはきっちりしないとダメなの。そっか。それじゃあありがたくいただきます。あ、そうだ、もう一つ。前にね、面白い本を見つけたんだけど。ずいぶん古い本だね。これどうしたの？前に偶然見つけたんだけど、錬金術に関係してそうな本だったから買っておいたんだ。え？あ、これ錬金術のレシピだよ。本当？勘違いじゃなくてよかった。私のためにずっと持っててくれてたんだね、ありがとう。お礼を言うのはこっちだよ。ようやくずっと抱えてた問題が解決したんだから。これで私もちょっとだけ自由に動けそう。自由に？それってつまり一緒に冒険に行ったりもできるってこと？もう少し細かいあれこれが解決したらだけど、その時はまた一緒に行っていい？もちろん、いつでも大歓迎だよ。冒険、絶対に行こうね。どこに行こうかな。思いついちゃった。どこに行こうかな。何にしようかな。どれを強化しようかな。入れる場所は、すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。何をしようか悩んじゃうな。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。お、いい感じかも。何入れよっかな。
どれもよくて悩んじゃうな。こんな感じかな。エアドロップ？普通の飴玉みたいに見えるけど、物としては普通の飴で味もそこそこかな。けどこの飴玉は舐め続けている間ずっと空気が出るらしいよ。つまりこれがあれば水中でずっと息ができる。いかにも錬金術って感じだよね。私があげた本、そんなすごいのが載ってたの？ライザー、邪魔するぜ。いらっしゃい、クリフォードさん。どうしたの？ああ、そろそろ遺跡探索に行くのにいい頃合いじゃねえかなと思ってな。おっと、バレンツ商会のクラウディアじゃないか。先客がいたとは気づかなかったぜ。失礼。モモ。ん？その飴玉見たことないな。ついさっき錬金術で作ったんだよ。エアドロップって言って、それを舐めている間は水中でもずっと息をしてられる道具なの。何？それは本当か？水の中でも呼吸することができるなら、時は来た。これを使ってあの水中の遺跡を探すんだな。これはただ作っただけで、そんなつもりは全く。でもそっか、これがあればタオが言ってた場所を探すことも。よし、決めた。タオたちに声かけて行ってみよう。もちろん俺も行くからな。それじゃあ早速。待って、ライザ。私も連れて行って。え？ってことはもう。うん、この間のが片付いたから、これからは一緒に冒険できるよ。やったね、クラウディア。また冒険に行けるなんて嬉しいよ。こんにちは、ライザさん。また遺跡へ行くんですか？あ、パーティー。あら、ライザのお友達？はじめまして、パトリチア・アーベルハイムです。ライザさんたちと遺跡調査をしています。そうだったんだ。私はクラウディア・バレンツ。よろしくね、パトリチアさん。クリフォード・ディズ、トレジャーハンターだ。よろしくね。よし、それじゃあ出発しよう。何にしようかな。入れる場所は、どこに入れようかな。あ、
感じかも。すごいのできちゃうかも。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。お、いい感じかも。お、いい感じかも。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。お、いい感じかも。こんな感じかな。入れる場所は。すごいのできちゃうかも。さあ、何を入れよう。お、いい感じかも。入れてから考えるのもありかな。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。さあ、何を入れよう。お、いい感じかも。何を入れよう。すごいのできちゃうかも。これでどうだ。じゃーん。こんな感じかな。入れる場所は。お、いい感じかも。いろいろやってみたいな。次はどうしよっかな。できちゃうかも。お、いい感じかも。お、いい感じかも。何入れよっかな。すごいのできちゃうかも。何入れよっかな。さあ、何を入れよう。すごいのできちゃうかも。さあ、何を入れよう。すごいのできちゃうかも。これでどうだ。しようかな。入れる場所は。すごいのできちゃうかも。さあ、何を入れよう。
どれにしようかな。こんな感じかな。行きます。どこに行きますか？よーし。で、あとはこうやって熱が通り過ぎないようにしばらくかき混ぜると傷薬ができるんだよ。え？錬金術って不思議だろ？本当に何度見てもすごいです。ライザさんも、いえ、ライザ先生の錬金術はとてもすごいと思います。先生だなんて、そんな大げさだよ。大げさではないと思います。それに島では先生なんでしょ？そうだけど、小さい子たち相手のね。だからパティは普通にライザって呼んでくれれば。いや、目上の方を呼び捨てにするわけにはいきません。せめてライザさんと呼ばせてください。まあそっちの方が呼びやすいなら私はいいけど。ライザ先生よりもライザさんの方が僕としてもありがたいかな。パティの家庭教師をしている僕が先生って呼ばれてないのに、ライザだけ先生って呼ばれたら型なしだよ。ならやっぱり先生って呼んでもらおうかな。あひどいな。でもちょっとびっくりだよね。3年前までは村の悪童って呼ばれてた私たちが今は先生だもん。冒険だなんだ言って危ないことたくさんしてたからね。冒険ということは、ライザさんがタオさんを悪の道に引き込もうとしていたわけですね。え？悪の道じゃなくて崩れかけた洞窟とかに誘っただけで。もっと危ないじゃないですか。でもあの頃があったから今の僕があると思うんだ。本だけじゃなくて自分の目で本物の歴史を見たい、そう思えるようになったのはライザとの冒険があったからだと思ってるよ。タオさんの昔話には必ずライザさんが出てくるんですね。どこか行きてえのか？露店がいっぱいだね。ちょっとブラブラ見てみよっか。クラウディア、こんなところで何してるの？ちょっとお散歩をね。フィーフィーフィー。いい
兄ちゃんは元気だね。そうだ、もし時間あるならちょっと座って話さない？うん、大賛成。そっか、やっぱりお仕事大変そうだね。ライザが思ってるほどじゃないよ。最初の頃はちょっと大変だったけど、今はもう慣れちゃったし、交渉とかもできるようになったんだから。そんなことまでやってるの？うん、いろんなことやってるけど一番はそれかも。この前は金額交渉でちょっと揉めちゃって大変だったな。大丈夫だったの？正直慣れちゃったかな。よくあることすぎて。すごいな、やっぱり小さい頃からルベルトさんのお仕事そばで見てたおかげだね。とってもかっこいいと思うよ。ありがとう。ライザたちと離れてからの3年間、寂しくなる日もたくさんあったけど、ライザにそう言ってもらえると頑張ってきてよかったなって思えるよ。3年長かったよね。こっちにいる間は遊ぶ時間いっぱい見つけて、離れてた時間取り返そう。うん、楽しみにしてるね。どこか行きてえの？お、今日はクラウディアも一緒なの？こんにちは、ロミーさん。いつもお世話になってます。いやいや、こちらこそ。二人とも何かあったの？この前、ロミーさんのお店に商品を卸したの。へえ、二人ともお仕事のつながりがあったんだ。いや、でもいいところに。ちょっとクラウディアにお願いしたいことがあってね。お仕事のお話ですか？そうそう、急に空間フルーツが必要になっちゃってさ、バレンツ商会で扱ってる分少し回してほしいのよ。なるほど。でもあれはうちにとっても看板商品ですから。カズとオロシネはこれくらいでどうですか？取れたて新鮮なら良心的だけどね。今だと在庫の分を買い取る形になるから。そう、カズとウロシネはってところじゃないかね。いいとこついてきますね。でも最初に提示した額でも買う人はいるので。二人とも一歩も譲る気ないみたい。喧嘩にならないといいんだけど。わかりました。ではうちの在庫を買い切る形ならそれで手を打ちましょう。その時はもう少し値を下げてもらわないとね。ぶっちゃけ在庫処分困ってるんでしょ？全部買い取ってくれるんですね。うん、今この場で在庫全部買い取るわよ。では交渉成立です。いい取引ができました。ほ、話がまとまったみたいで安心したよ。喧嘩でも始まるんじゃないかと思った。大げさなんだから、これくらいの交渉はいつものことだよ。クラウディアは交渉がうまいからね。いつも楽しませてもらってるよ。私も
ロミーさんにはいつも勉強させていただいています。私ロミーさんに商品を卸すとき交渉したこと一度もないんですけど。だってライザ交渉なんてできないでしょ。できないけど。だからありがたいし大好きなのよ。まあ適正価格で買い取ってるから安心していいわよ。ロミーさんは良心的な人だからその点安心だけど、ライザも少しは交渉の勉強した方がいいかもね。これでいい？ありがとう。ゴールドコイン。用事がなくても。あれ？あそこにいるのって。何読んでるの？あるトレジャーハンターが書いた自叙伝さ。子供の頃から何度も読み返している本なんだ。俺がトレジャーハンターになるきっかけにもなった。ま、俺にとっての起源みたいなもんさ。へえ、トレジャーハンターの自叙伝か。なんだか面白そうかも。お、フィーも興味あるのか。気が合うじゃねえか。どうだ、俺のとこ来ないか。相棒に迎えてやるぜ。フィー、やれやれ、釣れないね。どんなことが書いてあるの？教えてやってもいいんだが。いや、やっぱり俺の口から語るもんじゃねえな。興味があるなら今度貸してやるから自分の目で確かめてみな。いいの？じゃあ楽しみにしてるね。どこか行きてえのか？よライザ、君の武器を見せてもらってもいいかな？私の杖を？別にいいけど。やっぱりだ。ライザたちの武器や防具はもう一工夫すればもっと良くなると思うよ。もう一工夫？この杖もライザが錬金術で作ったんだろ？だからかわからないけど、武器自体の重さや重心、柄の太さなんかの細かい部分が微妙に合ってない。そんなの全然気にしたこともなかった。強度や切れ味にばっかり気を取られてたのかも。まあそういうのは専門家じゃないとね。それでもしよかったらその調整を僕に任せてみないか？え、いいの？もちろんさ。錬金術で作った武器や防具をいじれる機会なんて普通ないからね。
いらっしゃい。何が必要？これでいいのかい？確かに。これでいい。確かに。これで確かに。毎度ね。どれを鍛えようかな。何を使おうかな。やっぱり今のなし。またいつでも。行ける場所が広がったよ。よーし、行く。油の匂いがすごいね。全く別の町に来たみたい。ピーン。どこに行くの？よーし。今日はどんなことが起こるかな。冒険は毎日がドキドキだよ。てやーてやー。教科書で見たことはあるけれど、実物はこんな感じなのね。最初でも扱った材料だ。これこれ。島に比べて王都は鉱石がいっぱいだな。やっぱり人工島だし仕方ないのかな。珍しいものかも。どこに行こうかな。よーし。